never give up。 はい、どうもお家です。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日も気になる記事を、取り上げていきたいと思います。今日はですね、ちょっと今巷で話題になっている件、昨日ぐらいに知ったかな、ちょっとこちらを取り上げていきたいなと思うんですが、結構まあ問題になっていて、まあ自分もそのパソコンと長くまあ関わっているものとして、やっぱこれは良くないなとちょっと僕も思ったので取り上げようかなと思うんですけども、なんかたまにね、チラシとか、まあ、広告とか、一緒か。で、激安のパソコンを買えますよ、みたいな集まりのチラシが入ってるの見たことないですか？優勝譲渡会っていうらしいんですけど、どうやらこれに潜入した方がいらっしゃったようで、上もっちゃんさんっていう方が、そこに、まあ、突撃というか、まあ、潜入して、その、闇を暴くっていう動画が、まあ、今話題になっていて、ただそれが、もう見れなくなっていると、いうことで、まあ、何か圧力をかけられたんじゃないのか、というところで今話題になっていますと。で、これって、もう本当に、パソコンだけに関わらず、要はその知識のない人に、そんなにすごくないものをすごい金額で売りつけたりとかあると思うんです。なんかまあちょっと僕からすると、まあ、悪質だなと思って、まあその注意喚起の意味も含めてね、ちょっと取り上げてみたいなと思っています。ちなみに僕もね、初めて買ったパソコンが18歳の時に今買ったんですけど、やっぱり私も知識なかったんですよ。で、まあそれはもう普通の電気屋さんだったんですけど、まあ、わかんないから聞くわけですよね。で、こう、これがこれがっていう感じでね、その、説明されて、で、出されたのが、当時でいう23万円ぐらいのパソコンだったんですけど、あのね、一体型だったんですよ。その、全部が一個になってるやつ。だからもうカスタマイズがほぼできないやつ。多分当時ではね、もうこれ、絶対に売れ残ったやつを、要は知識ないから買わされたんだろうなって、まあ後で気づきました。でも当時の僕にはね、やっぱ、わかんないんですよ。周りに知ってる人もいないから、まあ助言を請うこともできませんし、まあそれで買って、これでもう何でもできるんだと思ってね、買った初代 Windows95 ね。何にもできなかったですよ。だってね、スペックもやばくて、その、ハードディスクの、容量、今ね、スマホでも最低でも今64GB とかだっけ ?128 からだっけ、僕が買った24万のパソコンの、ハードディスクの容量、1GB。いやー参りましたね。でローンで何年かかけて払って、買いました。本当にまあそんな感じでね、とにかく僕でも結構詳しいつもりだったけど、やっぱ全然分かんなかった。やっぱ最初はそんな感じだったんですけど、そんなね、僕よりも全然知識のない、例えば私の親世代とかもっと上の世代の人たちがやっぱ安いって言ったら、これはお買い得だって言えば買っちゃうわけですよね。でも、そのスペック、内容がどんなものかっていうのは、ちょっと知識がある人だったら見ればわかる。でも、知識のない人には何がすごくて何がすごくないかわからないっていう穴を、まあ、ついてるのが今回取り上げてるこの優勝譲渡会なのかなと僕は思いました。はい。で、もう本当に今って一般市民、私も含めた一般市民、もう私なんてもうすごい下の方の一般市民、要はお金が限られたお小遣いとかで資金しかないから、要はその、いい買い物をしないとやっていけないのよ。うん。そういう中で、その、求めているものに、比べてはるかかけ離れたものを
買わされて、それを買った後に気づくっていうのはちょっとこれひどいなとまあ思いました。しかもそのレポートの中には巧妙な手口っていうのがまああると言われていて、例えばものすごいやっぱたくさん来てたらしいです。で20人ずつ入れていくと、全員じゃなくてね。で20人ずつ入れて入った瞬間なのか、ちょっとすいません話違ったらすいませんけど、とにかくもうすぐなくなりますよって言ったらしいです。ってことは、あやばい取られると思って、あ私も買います私も買います、なんかどっかで見たことがあるような商法ですよね。まあそれで結構いろいろ売れたということのようです。今度やっぱ少人数入れてそうやって言うと、なんかやっぱり買わなきゃってなるんでしょうね。もし自分の親だったり知り合いだったり友達がなんかそういうところでもし買ってて、なんか悲しい思いをしてたら辛い辛いなと。パソコンを買いたいと思っている人、まずはね絶対こういうところでは買わない方がいいと思います。で電気屋さんで買うのも勧めないわけじゃないんですけど、やっぱり一般の家電屋っていうのはいろんな付属品がついてるわけですよ。だから例えばマイクロソフトオフィスとか、いやいいんですよ。ただ昔のやつ持ってる人は多分それを流用できるはずなんですね。だからあれを入れてるだけで多分4、5万プラスされたりとかするはずなんです。オフィスシリーズとか昔はね、今知らないですけど。だからメーカー品とかは特にそうですけど、やっぱ割高になってます。じゃあどこで買ったらいいのかって言ったら、自分もまあいつもお世話になってる方に相談して、買うんですけど、HP とか、デルさんとか、やっぱあとはバウスコンピューターさんとかっていうのは、まあ、必要最低限のものしか入ってないので、その分やっぱ安いイメージがまああります。あとカスタムできるのがいいですね。やっぱ僕とかやっぱ動画を編集するので、その CPU だったりメモリを大きくしとかないともうカクカクしちゃうんですね。それも本当何回か買ってやってた時に全然編集うまくいかないなって時に、当時工場で働いていた、社員の男の子がね、詳しい子がいたんで、その子が、山本さん、メモリっすよ、つって。メモリ増やしたらなんとかなります。これ、本当に感謝してる。岡本くん。もうありがとう、あの時は本当に。今も使ってますよ。岡本くんがね、教えてくれて。あ、メモリなんだ、と思って。で、今私が使ってるのは32ギガのメモリ。やっぱね、全然違います。まあ、それで、もうこれ6年ぐらい活躍してますからね、ほとんどの動画もこれで上げてます。なので買うならそこで買ったがいいかなとまあ思いますね。しっかり調べて、その安いからって飛びつくのは非常に危険かなと思って、今後ねそのパソコンを買いたいと思って今日取り上げたようなところで、あ安いなと思っても一旦とどまって、よくスペックとかを計算した上で買い物をしていただきたいなと。やっぱ安い買い物で車もそう車も僕ね全然分かんなかったんですよ。でも今乗ってるスペーシアカスタムって最初僕ね買うつもりなかった。だけど生徒に教えてもらったんですよ。平川君じゃない、ごめん間違えた。やべえ名前が出てこない。あれ翔平くんにね、名字が出てこなかった。がすごいもう、ね、熱弁してくれて、これじゃないといけない理由みたいないろいろ教えてくれてね。そう実際買ってよかった。まず見た目がかっこいい。スペーシアってカスタムとノーマルがあるんですけど、ノーマルよりもカスタムがやっぱ高いんですけど、でもね、先生、ノーマルはね、女子が乗るような形してるからね、絶対カスタムの方がかっこいいですよ。この前の部分がいいんですよ、つって。でも実際本当に思う。だからやっぱ、
で上が高いのであのにすごいこうできるんですよ車の中で。これもすごい。で後ろもねしっかり荷物入れられるから、本当あの遠征とかでね演奏するときは機材をいっぱい詰めるのもいい。そうなんです。まあなので何だろう、良かったんですよ。だから本当そういう大きな買い物をするときっていうのは絶対ね、絶対確認すべきだなと思って、まあ注意喚起の意味も含めて今回まあ取り上げさせていただきました。あの限られた資金なので有効に使っていただきたいのと、あのこういう何だろう、あの知識のない人を狙ってお金儲けするって許せねえっていう意味も含めて今回取り上げさせていただきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。